プールやと流れるプールが好きです。どうも皆さんこんばんは。マキマズです。ポケットモンスターエロー続きやっていきたいと思います。まあね、プールって流れるプール以外何があるんって感じやけど。まあね、ちょっとよくわかんないですけどね。やっていきましょうか。ってことで、チャンピオンロード、やったかな？ポケモンロード？何やったっけ？名前忘れたもんだわ。ね、続きね、やっていきます。はい、行きましょう。で、ここで、クソザコトレーナーの、カルムくんとかいう、なんか、友達でもなんでもないやつ倒したんで、ちょっと口悪いねんけど、行こうか、早速。ま、ポケモンリーグ挑戦ぐらいまでちょっと行きたいな。そんなかかるかは知らん。やっていこうか。俺アホやわ。何してんねん。登られへんやろ、これ。何してんねんや。バカか。やっていこうか。よし。なんだなんだ？いやね、もうあとね、2、3パートぐらいで終わりなんよ。お、もう、土方の兄ちゃん、おい。よう見たことあるわ、こんなん。うん。やめてくれ、もうコンビニ前でタムロしてるやろ。缶コーヒー、ブラックコーヒー買ってくれんな、こういう人。イメージやけど。ちょ待って、てか、アンダーヘアがちょっとダメージ食らってんね。ちょっと待ってくれよ。回復させようか。皆さん、ちょっと見てください。私のパーティーを。もう、やばい。ちょっと、なんでこんなに俺、なんかダメージ食らってんの？どうした？あ、戦闘したからか。皆さん、前回のカルム君との戦闘からね、もうね、1週間経ってます。はい。なんで、覚えてません。あ、シャウエッセ、おったな、こいつ、こんなもうクソザコ、マジで。もう、ほんまにあかんよ。なんで俺、こんなやつをマスターボールで捕まえたんやろ。いや、どうなんやろか、ちょっとね、ソロボッチほんまに終わりやから、右腕の角度はこうで、左手は腰、どうした？ダンスでもすんのか？膝は少しかがめて、胸を張る。あ、ごめんなさい、そうだよね、勝負だよね。存在感ないんやろな、とりあえず俺。存在感ないんやろな。独り言言われるぐらい、みつきさん。ヤドラン。いいですね。ハマちゃんやね。ダウンタウンのハマちゃん。うん。いいでしょう。うん。ちなみに皆さん、好きな水泳のフォームあります？僕はバタフライです。はい。一番疲れると言われている。バタフライが好きです。いやね、もう僕水泳マジで苦手で、ごめんね、ポケモン全然抜けないんするけど、マジ平泳ぎでけんかったよ、昔。そう。マジで。もうほんまに恥ずかしかった。で、しかも中学校の時の水泳って見せる大会みたいなのあるじゃないですか。全員が見せ合う大会、25メートル泳げるかみたいな。もうほんまに、もうショックで自分ができへん自分が。クロールはいけ、全然余裕でいけんねんけど、なんか運動音痴なんかな俺。いや、悲しいな、ちょっとな。うん。全然できへんかった思い出があります。何の話してんねん、おい。誰が興味あんねん、俺が平泳ぎでいいんかって話。こっちかな。間違えた。ようわからん。もう、流れるように行きます。はい、着きました。流れるように行きました。今日一発目に言った流れるプールの伏線回収です。はい。ありがとうございます。はい。どうやら巷ではワンピースはなんか最近なんかネタバレになっちゃうけどなんかニカニカのみ、じゃあ人のみみたいな。ね。ほんまはなんかゴムゴムのみではなかったみたいな説が流れてますけど、伏線はちゃんとあるんでしょうか？あったらいいですね。昔の北斗の拳みたいに後付けでなんか、修正できるようになったらちょっと嫌やで。天下のワンピースがね。エミール、クロバット。お前、チャンピオンリーグでお前、クロバット一匹のみでいけると思うね。なんでやねん。なんでお前、レベル59のお前、クロバットでお前、生きていけると思ったんや。お前多分、いじめられてるやろ、お前、このチャンピオンリーグで。大丈夫なんか？ええんか？それは。別になんか俺みたいにさ、加藤隆、どうも皆さん、AV 男優が友達にいます、加藤隆です。はい、加藤隆、俺は加藤隆ではない、マッキーマウスです。加藤隆とかやったらさ、いけるけどさ、の、クロワットじゃ無理じゃね？まあ、そこそこ強いけど、まあ、うちの玉金 V、光ってるんでね、はい。玉金 V の前じゃ無理ですね。ありがとうございます。勝ちましたね。うん。68！ 葉っぱ60、あ、64や、葉っぱ。葉っぱは64や。あ。足し算せな。59。おもんないな、おい。適当に喋ってんのか。ちなみに僕寝起きなんで、もうめちゃめちゃ喉ガラガラっていうな。
寝起きに撮ってます。はい、悲しいかな、暇なんでしょうね。カレーカルクス、普通の一般の人は寝起きとかに10キロ走ったりとか、一般の人10キロ走らんけど、シゲの五郎ぐらいやと思うけど、俺が知ってる10キロ走る男はベロリンガです、皆さん。はい、エロのゴンゲ、まあ、ベロリンガとピンチクが多分融合したら相当も AV できるでしょうね。はい、皆さんエロポケ始まってますよエロポケ始まってますよ、 AV できますよ、ベロリンガとピンチクで。お、ゴールかな。ベーってベッテベッテベッテラン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 、気持ち悪こいつ、なんなお前。どうだ俺のテーマソング、この勢いでやっつけてやるぞ。一般人がテーマソング作らんといて、一般人がサイン作る一般人ぐらい気持ち悪いわ。うん、テーマソングの方がよりキモいけど、お前素人でサイン作ってんちゃうぞ、お前顔、お前ベテランやないか、おい顔おっさんやないか、おい、なんやこいつ、青ひげが目立ってます。ジュペッタジュペッタかわいいな、ルビーサファーのやつやんね、多分ね、ポケモンちゃうかな、わかんねえ。お前一般人でテーマソング作るってなかなか恥ずかしいで。まあ、俺も作る気満々やねんけどな、最近最近自分のなんかオープニングソング作ろうかなとかちょっと悩んでたりするから、あんまバカにできへんねんけど。シャウエスおめでとう。あとシャウエスはなんで俺シャウエスってつけたん、別に方形でよかったくない。ウッドホーン加藤鷹、マジですか、加藤鷹、加藤鷹、お前クソ技覚えんの。与えたダメージの HP の半分を回復できる、強っ。重力いらんかな、うん、重力いらんわ、重力なんで覚えてるかわからんぐらい弱いわ。うん、伝説の技とは思えない、ファイヤーの炎の渦ぐらい、睨みつけるぐらいちょっといらんかな。リーフィアちゃん、わ、もう分かりました皆さん、うちの加藤隆、じゃじゃ、間違えた、シャウエッセ行ってくれ、うん、シャウエッセ、うん、手術しようね、今度ね、うん、リーフィアちゃん、リーフィアちゃん、かわいい。あとリーフィアちゃん、胸毛濃いね、なんか、胸毛すごい出てる、ほら、なんか日本の胸毛が、すごい。え、出てるくね、これ胸毛じゃね、これつまみ返し終わってるわ、もうダメージ終わってるわ。うん、お前刃物で切りつけたあかんって、お前股間を、男の男性のシンボルをやめてくれよ、刃物で切りつけたダメです、ずったずたなるよ、もうやめてくれって、マジで。シャウエッセー、シャウエッセー、もう手術しようね、今度ね、シャウエッセー、シャウエッセー、ごめんな、うん、お前はもう解雇です、ほんまに弱い。うん、皆さん今回加藤鷹の出番です、ありがとうございます。はい、ゴッドフィンガー、いや、ゴッドハンド、はい、ムーンフォース喋ることないですね。はい、ちなみに言うと、最初捕まえた時も言いましたけど、世代じゃないんで、まず加藤鷹が世代じゃないんで、加藤鷹が出てた時は多分リオとかが出てる時、ちょっともうその個人名出すのやめよう個人名出すのやめよう、 AV 女優の個人名出すのやめよう、勢いだけじゃ無理だったかと。うん、8260円、お前おじさんのくせに金持ってないんか、おい、なんでお前女子高生とかと同じ値段しか持ってないね、財布に、あれ多分カードで支払うタイプなんやろな、コンビニとかもクレジットカードで支払うタイプなんでしょう。うん、そう予想立てます。たまにおるよね、あれ意味あんのかな。お、戦い方色にまとめるとあんたは何色になるかな。ちなみにね、皆さんイメージカラー何ですか。まあ皆さんは茶色でしょうね、うんち色、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こっちですか。おお、何これ、うわ、かっけー、ちょっと何これ、この入り口、え、ポケモンに、こっち行く、ごめんこっち行くわ。うわ、玉金部、お前さっき死んだのにごめんな、老体に鞭打ってお前を使います。はい、ごめんな、これ何、え、こっちがゴールではないよな多分。うわ、フローゼルやん、うわ懐かしい、好きやった好きやった、V ゼルのが好きやけど、好きやったわ、逃げるわごめんな、好きと捕まえたいは違うからな、うん、見ときたいとかそういうとこ。え、登山に尋ねない9合目頂上まであと少し、こんなとこにおったんやね。うん、お前はどうやって来たんやろうか、お前なんでまずここに
お前なんでここでタムロしてんねや、検索さん。うん、わざましいんでも守ってるんか。だって多分ここ行く必要ないとこでしょ。多分相当暇なんやろうな、検索さん。検索さん相当暇よ多分。うん、だっておる必要ないもんここ。多分やけど、この脇道やからさ、路地裏とかに多分タムロしてる。うん、辻斬り行ってくれ。いやー、エロポケもね、もうそろそろ終わりに、佳境にね、近づいてきてるんですけど、遊ばんといてなかったかの。うん、いや、どうなんでしょうかね、ポケモンリーグ勝てるのかな。俺は無理やと思います。タマキン V といい、これなんで俺のパーティーが無理かと言ったら、まず俺がタイプ相性分かっていない。無理でしょ。うん、タイプ相性分かってません。悪タイプにエスパータイプの技打ちます。分かってないんで、エスパータイプに悪タイプかな、もうどっちでもええねんけど、もうよく分からんから。ゴローニャ、うん、はい、ありがとう。フェアリオーラ、覇王色の覇気です。はい、ウッドホーン行ってくれ。これで一撃かな、さすがにね。残りました。あ、頑丈か。うん、あれね、ケツのアンナみたいなもんね。え、めっちゃめっちゃ吸収するやん。やば、ロードローラージョジョみたいなもん。え、ジョジョみたいなもんですか。めちゃめちゃ吸収したね、加藤隆。うわ、加藤隆自給自足できるタイプ。うわ、田舎の農家の方ですか。うわ、尊敬するわ、すごいね。加藤隆、お前自給自足できんねや。自分で女の子用意して。はぁ、あ。頂上目の前にして無念。え、お前寄り道してるやん。検索さんバリバリ寄り道よ。こっちゴールない。ドラゴンクロー、ワザマシン02。マジかよ。うわぁ、この技ちょっと使いたいけどね。このおっさんバリバリ寄り道やけどな。ごめんな、加藤隆ちゃうわ。新アマルじゃない、誰、名前何やったっけ、こいつ忘れたわ。タマキン V ね。タマキン V ごめんな。ちょっとこれゴールちゃうか、来たんちゃうか、何これ。ゴールさしてや。気分がそうやったのに。お前さんに俺が倒せるかい、かかってきな。もうおっさんやないか、おい。ひろかずさん、おっさんやめてく。オーロット初めて聞くね。なんなんこの、だが人面獣みたいなさ。 C ランクでしょどうせお前、ドラクエジョーカーやと。お前 C ランクのポケモンちゃうわ、モンスターでしょ。知ってるよ。なんなんこいつ、な、効果抜群やし、ようわからんし、なんで生き残ったんか。もう強いなぁ。俺のパーティーじゃ勝てないよこれ。死ぬんかい、死んじゃうんかい。余生楽しめよお前、とりあえずな。リオン行ってくれ。まあ、リオンも誘惑したかったんでしょうね。ギガイアスも、え、あれ、お、ギガイアスもしかしてお前、ケツのアンナ？そう、あれはパート6ぐらい前のこと。アナルに似ていたケツのアンナを僕は見つけました。そしてここチャンピオンロードで敵として出会うケツのアンナ、いやギガイアス先輩。皆さんは運命って信じますか？ありがとうケツのアンナ、ありがとうアナル。ギガイアス？ケツのアンナの師匠？いやお父さん？ケツのアンナこんなにかっこよくなるんやね。お前ケツのアンナどこ行ったん？何してんの？守りたいさえ行った。守る的な感じ？ケツのアンナ、お前こんなかっこよくなるんかい？うせろ、お前このガブリアスみたいなもん。おい、マジかよ、お前あんな卑猥な格好しといて、お前マジか。嘘やろ、ちょっと衝撃が来ましたね、今。でも59レベルぐらいまで上げとかないと、多分、進化しなかったんだよな。うん、強い。うん。さすがエロポケ界のホープ。もうポケモンあと2体となりました。ちなみに、アンダーヘアと加藤隆いますが、アンダーヘアはもう体力2、9とかです。はい。体力9とかです。
マジか、ちょっとびっくりしたな。ほんまに調べてないからね、うん、ほんまにあのポケモン調べてあの進化先知ってるとかじゃないから、ケツのアンナは使わへんねんけど、こんなかっこよくなるとは。ちなみに2回目かな、ギガイアスってポケモンは見たことあったけど、まさかの忘れてたからね。ヒロカズの勝負に勝った。この俺の筋力体力持久力でも勝てなかった。いや多分やけど、もう40代ぐらいやろ、多分やけど10歳の身体能力には勝たれへんと思うで。強いてあげるなら筋力。16,520円、ありがとうな。うん、おっさんの ATM からね。まあおっさんを ATM 扱いするのは多分この年齢やと当たり前。うん、あとちなみにあの多分回復してないと勝てません。シャウエストとリオンだけちょっとね瀕死のままで置いてきました。あなたたちには若さがあり、私たちには経験がある。若さと経験の争いね。多分やけど若さの圧勝。経験はこれから積むことができる。ただ若さ、あ、おばあちゃん。若さは、あの、もう取り戻すことができないからね。グレーシア。お前、おばちゃんがグレーシア使ってんちゃうぞ、ボケ、おい。なんでやねん、おい。おばちゃん、お前、ルージュラが似合いやねん、お前。お似合いや、ルージュラが。お前、ね、年相応のポケモン使えや、お前。なんでお前、グレーシアみたいな、お前。お前、子供が使うポケモン。まあ、別に自由やけどね。うん。ちなみに言うと、あの、カトリーヌさんみたいに、おばちゃんのが好きっていうね。うん。ちなみにね、あの、強いです。はい。ちなみに、あの、結構、あの、年上のが好きやから。そう。カトリーヌさん、ドタイプっていうな。だから、全然グレーシア使ってくれてもええねんで。あの、強ない？強ないっすか？加藤隆言ってくれ。あの、ちなみにもう、加藤隆の出場制限はもう、解きました。はい。ルールなんてないです、こいつには。うん。あの、加藤隆を使わないと、もう勝てない未来が待ってるんで、伝説の暴力に走ります。はい。種族地の暴力に走ります、僕は。はい。ごめんな、みんな。あの、ルールなんて破るもんや。うん。カビゴン。あ、カビゴンは似合ってるね。うん。カトリーヌさんにカビゴンは似合ってるね。うん。まあ、こんなでかいやつに伝説使わないと勝てないよね。勝てないと思います。デブが一番最強の技使ってきやがったな、こいつ。のしかかりって、お前太ったやつの最強技やん、その。やりますね。いや、ちょっと残らんといて。お前だから最強技使うなって、お前。太ったやつの一番強いね。一番自分の体積を使ってやる攻撃が一番強いね。体重が一番乗ってるから。パンチもそうやろ、皆さん。グーパンもそうでしょ。自分の体重を乗せないとダメージなんていかないわよ。だからプロボクサーも自分の体重を乗せてやってるでしょ。ただこの腕の振りだけじゃ無理でしょ。まあ、そういうことですね。カトリーヌさん分かってらっしゃる。あなたたちは若さだけじゃない、旅での経験もあるので。もう負けてるやん、俺に。経験も若さもボロ負けやん、おばちゃん。おばちゃん引退し、もう、うん。ポケモントレーナーはあの、16までよ。年前の最後を飾るこの私に全力でぶつかっておいで。ありがとうございました。ガッチャ。よし。フライングガッチャ。ありがとうございます。いやー、玉金 V も 69?さあ、ついにやってまいりました、皆さん。ポケットモンスターエロ。最終バトルのご案内。間違えた、最終バトルじゃない。まあ、ポケモンリーグの挑戦、とくとご覧あれ。最終バトルはチャンピオンやな。ついてまいりました。何を言ってるんや、全然喋れてないぞ。はい、まあ、これもね、しゃあないです。もう寝起きなんで。はい、預かってくれ。よかったな、シャウエス。よかったな、お前だけマスターボールやで。よかったな。まあちょっとね、準備させてくれよ。うん。買い物させてくれ。フレンドリーショップ、はい、買いに来ました。まずハイパーボール。ハイパーボールいりません。27万お前、マジでお前。なあ、27歳ぐらいの人給、初任給を、お金もらう、給料を初任給って言うけど、27歳ぐらいの給料は人給って言うんですか？知りません。はい。
新卒のね、人給は初任給、人給もわからん、もう、いいです。すごい傷薬、とりあえずね、41個ぐらい買ってきます。あの、お金持ちなんでね。そして、元気のかけらも、41個ぐらい買ってきます。あの、41がトレンドです。はい。お前、まだまだあんねんけど、俺。もなんか、なんでもないし、とりあえず11個ぐらい買っとく。使うことはないんかな。お前、マジで、こんなにあんの？ちょっと、元気のかけら、追加しとくか。うん。10万。回復の薬。あと、1個じゃない。間違えた。無限に買えるよ、これ。やば。32個。僕の 3DS の、 あの右ボタン、壊れてるんで、なんか41個打てなかったです。はい。ちょっと話聞いてみる？お前、暇してんのか？大丈夫か？どんな相手にも合わせられんのが強さなのか？自分のスタイルを貫くのが強さなのか？知りません。兄弟かな？ポケモンリーグとは最強のポケモントレーナーと歌われる四天王と、その上に君臨するチャンピオンに挑む場所。ほー、皆さん。まあ、エロさでは負けません。はい。かかってきな。行くよ。セーブしましょう。一回セーブさせてくれ、みんな。一回セーブさせてくれ。後戻りさせてくれ、みんな。もし俺がボロ負けした場合、もう修行の旅に出るんで、もう6パートくらい続く修行の旅に出るんで、まあいいでしょう。ちょっとずれてんのが俺 A型の俺にはちょっと嫌やけど、ちょっとずれてんの、行きましょうか。いけんの、ちょっと何これ、おかしいやん。なんでここで俺水浴びせなあかんの、なんで俺ここで靴濡らさなあかんの。初手嫌がらせ、このポケモンリーグ初手嫌がらせですか。行きましょうか、ポケモンリーグ挑戦だ。まだ？なんだ？お前らなんだ？お前らしてんのか？ポケモンリーグで待ち構えるしてんのはそれぞれ炎、水、鋼、ドラゴン。炎がやばい。皆さん、炎はやばない。ちょっと待てよ。待てよ。いや、皆さん、玉金 V で考えましょう。炎、大丈夫、OK。水、アンダーヘアでご利用し、鋼、玉金 V でいける、ドラゴン、加藤隆、よし、いけます、これ、勝てました。はい。君は好きな順番で戦い。なるほど、俺が選択するべきなのか？してもいいのか？この地に足を踏み入れたら四天王全員に勝つか、あるいは負けるまで出られないわよ。マドモアゼル？もうどっち行ったんや。なんだこりゃ？絵画？ほう、芸術わからんから何がすごいか全然わからん。これなんだこれ？これ小学生が色塗りできたって感じやろこれ。小学生が多分クレパス使って、クレパスかな、わかんないけど。適当に色塗りしたみたいな感じですね。こっちかな。ほう、何ですかここは。誰？何？来ました。誰だい？あら？ピンク。あなたがマキマね。ようこそポケモンリーグで腹出しスタイル、皆さん。おい、マジかよ、お前こんなに、こんなお前エロ要素が。最高ですね。ピンク髪の腹出し、まあ、絶対にギャルでしょ。絶対に男遊びしまくり。私、四天王の一人、炎のポケモン使い、パキラ。ポケモンリーグには私を含めた四天王とチャンピオンがいます。チャンピオンに挑むのであれば四天王に勝利し、強さを示さなければなりません。まあ、弱い10歳にして、こんな高い壁に直面するんですね、私は。とはいえ、フレア弾を食い止めたあなたなら楽勝でしょうけど。ほう。かっこいいじゃないか。どこ行くの？どこ行、ちょっと、どこ行くの？戦う気ある？どこ、マジで、どこ行ったん？あれ、どこ行くの？あれ？こっち、どっち？うん？4つある！うわ、絶対、みんなわかった。うわ、絶対、ここからお前ちゃん、なんかでも、普通真ん中やのに、ここ絶対チャンピオンおるわ。普通なんか真ん中とかにチャンピオンおるのにな。4つか。これ4つの部屋あるよね。皆さん、クラピカの法則、左です。はい。クラピカの法則関係あるのか知らんけど。鋼鉄の間。皆さん、
ポケモン誰でいきましょうか。鋼鉄鋼先鋒玉金 V。 皆さんちょっとねポケモン見てもらっていい？ちょっとごめんな、あのテンポ悪くて。鋼に通用するやつが玉金 V しかいないと思います。あの私の知る限りポケモンのあのタイプ的にはシャウエッセはもうゴミ、あの加藤隆はあの秘密兵器なんで、まあ行きましょうか。まあ玉金 V のご利用しこれでいいでしょう。やっぱり一番愛したポケモンが先頭に立つべき。どんなトレーナーがいるんだい？いない。あれおらんの？ええんですかこれは。なんだほう、上に上がっていきます。鋼鉄の間まだおらん。危ないな。どんな四天王がいるんだい？あ、隠れてた。隠れてました。いざ挑戦です。アーサー伝説みたいな、アーサー王の伝説の騎士みたいな。よくぞ参られた。あのまあなんでこんなリアクション早いかというと、もう俺四天王ネタバレ食らってんねん。だからあの鋼鉄の間、あ多分あいつやなみたいな感じで予想してるから、あのアーサー王の騎士がもうすぐ出てきたっていう。四天王の人にしては鋼の男ガンピ、運ピでしょうね、とりあえずね。適当かな、下ネタ言ってもええけど別にちょっと汚いな運ピはな。我と我の自慢のポケモンたち、モテる力を惜しみなく発揮し、正々堂々相まみえることをここに誓おう。ではでは、いざいざいざかかってきな。俺はエロポケトレーナーのマキマガンピさん、よろしくどうぞ。ガンピさん、あのどこ向いてるの？まあ、でもガンピさんとりあえずあの壁眼っていうかっこええ要素をね。クレッフィー、お前鍵4体え、四天王で4体なの？レベルはなんぼなんやろ。クレッフィー63？ え？ 63 年もの？クレッフィーさん、あの、お前、鍵の分際で63レベル、還暦超えてんの？やばこいつ。波乗り行ってくれ。まあ、玉金 V の圧力には勝てません。ご利用しです。あ、半分削ったのはええな。マジカルシャインなんやで？え？玉金 V？ あの頼むからスピード負けんといてな。よし、よかったよかったよかった。いやー、あぶねえ。こんなに強いの？あとちなみに鋼抜群なん？え、鋼抜群なの？あなたギルガルド。僕が知ってるギルガルドは最強です。なんかあの強いポケモンってのは知ってます。もうごめんなさい、あの秘密兵器出します。言ってくれ。加藤隆、もう秘密兵器を出すしかない。うちのエースの玉金 V がやられるということは、こいつはねめちゃめちゃ強いって知ってます。あの対戦動画でよく見ました。はい。なんかあのネット対戦のあのなんていうん、そのうんおなんかな、あれやん、そういうので見たことあるんで、とりあえずめちゃめちゃ強いってのは知ってます。キングシールド、ムーンフォース、耐え上がった。じゃあ加藤隆言ってくれ。ムーンフォースくらえ、何も食らう。あ、今一つ、あれあれ、バトルスイッチ。うわ、そう、このバトルスイッチってのがめちゃめちゃ強いね。ようわからん。秘密兵器タイプ相性を知らん弊害が今ここに今ここに採算する。いけリオン、お前の力が必要。お前のお姉さんとしての魅力、はい、アラフォーの魅力、いやアラシックスの魅力をここに。まず瞑想を積みます。あの積まなければ勝てません。レベルが負けてるんで。あの本気でやばいかもしらん。あの恥、最初の敵から、あ、え、
リオン？リオン？カナデカノ行ってくれ。え、もしかして俺のパーティー鋼に弱い？え？もしかしてギルガルドに完封される？え、俺ギルガルドに無双される？無双のサウス？え？不意打ち！くれ！くれ！効果抜群！効果抜群やった！あ、カナデカノンが、カナデカノンが決めました。まさかのカナデカノン活躍会です。ありがとうございます。はい。レベル60。還暦になっても愛してあげるわよ。先取り？え、時代を先取ってますの？威力を上げて相手が出そうとする技を先に出す。先に出せないと失敗する。いらん。いらんわ。そういう、なんていうん、その、ちょっとトリッキーな技使われへんから。頭が追いつかないんで、はい。知能がないんですいません。カナデカノンごめんな。ガンピさん、ハッサム。ハッサム？ハッサムなんか知ってるぞ。あ、さっきおったわ。さっき戦ったわ、ハッサム。お前、63って勝てるわけないやん。まあでもな、皆さん、カナデカノン、鋼に強いということが、今わかりました。いけ！不意打ち！暗い！あれ？普通？え？え？シザクロス？え？もう鋼に強くても虫タイプには勝てねえの、悪タイプは。シャウエッセマスターボールで捕まえたシャウエッセ。シャウエッセなんでそんな間抜けな顔してんの？毒？暗い。シザクロス！耐えることはできる、効果がない。あれ？え？ちょっとあれ？え、なんで毒食らわへんの？鋼やから。ま、確かに鋼ぐらい硬いやつに毒やってもな。確かに。もう光合成しかないやん。諦めるしかないやん、俺、生を。生、自分の生命を諦めるしかないシャウエッセ。もうアンダーヘア行ってくれ、頼む。アンダーヘアで行くしかない。うちのアンダーヘアのメガ進化、ステミタックル頼む。メガ不思議だな。ライドオン！かかってきな。おい。名前何やったっけ、お前、ウンピさん、ウンピさん、かかってきな。その気持ち悪い、汚い名前しやがって。ダーティーなんだよ、とりあえずお前の名前は、ステミタックル！全然食らわへん。全然食らわへん。もう無理。ちょっと。え、もうなんかさ、無理やねんけどみんな。なんでこんな俺鋼一貫してんの？ハードプラント。最強技でゴリ押しだ。もうゴリ押しもできへんし。ゴリ押しもできへん。え、お前四天王がお前回復の薬使ってんちゃうぞお前。え、もう負けてんけど、俺負けてんけど。みんな、なんでこんな強いの、ハッサム。負けてんけど、みんな。四天王で、初めての四天王で、初めての四天王ガンピさんで、ガンピさんや、ガンピさん、名前思い出した。え、俺玉金 V で勝てると思う？みんな、もうみんな急所狙うしかありません。本気で願ってください。ハイドロカノン頼む頼む、いけると思ってなかった。負けるつもりやった。ダイノーズ、ダイ、岩、え、なんで動かれへんの。放電にゃに、麻痺、どうしたらええの、みんな。耐えるの？そんなお前、そんなギリギリで頑丈してくれんの？HP 回復？回復の薬だ、みんな。みんな、俺も薬漬けです。はい。皆さんすいません。敵に回復の薬使うなって言っといて、俺も使います、皆さん。
まひらんといて。はい、ありがとうございます。ハイドロカノンです。ありがとうございます。一撃で終わりました。ありがとうございます。はい、特性なんか知らんやん。特性なんか知らんやん。しててよかったです。ありがとうございます。あのゴミ拾いやっててよかったです。ありがとうございます。はい、ハイドロカノンです。ボランティア精神って大事。なんで耐えんの。ちょっと待って、あの頑丈ってさ、頑丈ってさ、あの一回じゃないの。これ無限にあんの頑丈って。嘘やん。あの知らんかったわ。波乗り打ったらよかった。あの賞金として1104円。俺全然金払う気ないやん。俺全然金払う気ないやん。敵からめっちゃもらうのに全然お金払う気ないやん俺。マジかよ。まずはポケモン回復させましょう。あんなんある。みんな頑丈ってあんなに強いんや。頑丈ってあんなに強いんや。皆さん鋼に弱いということが分かりました。皆さんまずボックス流って言ってもんだけど、ボックスを整理させてください。ちょっと待ってくれよ。あんなに強いのガンピさん。あのボックスを整理したとしても弱いポケモンしかいません。はい、あの意味なかったです。つまりこの6体で行くしかないです。はい、ちなみにあのシャウエッセを変える手段としてはあのアナルビーズしかいません。はい、変える手段というか変える候補としては、皆さん、ポケモンリーグ再挑戦です。初手嫌がらせ。はい、もうゴミマジで。このリーグゴミ。うん、これ何地方か知らんけど、カロス地方かな、カロス地方やったかな。うん、何地方か知らんけどさ、もう意味ないわ。うん、もう俺ここでポケモンチャンピオンを目指さんでええわ。あの勝てないもんだって。うん、諦めます。僕もう諦めました。ただでもあのもう一回だけ挑戦させてほしい。もう一回だけ挑戦して無理やったらあの引退します。あの皆さん行けたら行きましょう。ただちょっとね、あの皆さんあのここじゃないの、チャンピオン出るとこ。皆さんあのこっちが鋼なんですよね。これあのラストに置いておきましょう。炎を当てたい。玉金 V の無双できるとこ、竜将の間。皆さん加藤隆の出番でしょう。皆さんドラゴンタイプにフェアリータイプ、普通にあの知らんけどさ、多分聞くと予想します。はい、知らんけど多分聞くと予想するんで。はい、やべえなみんな。うん、ちなみに俺何喋ってるか全然わからん。うん、あの適当に喋ってるんで。毒やろ、ここ大丈夫か。うわ、かっけえ。何これお前。石像が敵。あ、隠れてたんや。あ、そうなんや。挑むか。皆さんあのうんぴさん、もうガンピさん知らんけどさ、うんぴさんはもうあいつはもう最後に置いてきます。あの言ったらあの渡るみたいなもん、渡るみたいなね、あのドラゴン使いの女の子。これかかってきな。まだ終わんねえよ。うわ、おしとやか。まあでもなん顔のシワ的に45ぐらい。あらまあこんにちは、いらっしゃいなのよ。あなたお強いでしょ。部族の方なのかな。それもかなりのかなりね。あの強いと思ってるかほんまに。あの俺言っとけど30分で2回目の挑戦やで。言っとけどな、30分で2回目の挑戦、強いと思うかお前。まあ嬉しい。あの強いトレーナーは多分やけど鋼に強いポケモンを連れてます。そういう相手と遊べばポケモンたちすくすく育つもの。元気っ子かかってきな。名前なんて言うんだい。
ドラセナかっけえじゃん。まあ手話的に多分2時のママドラセナ、ドラミドロ、知らん、なんも知らん、見たことない。ドラミドロさん、ドラミドロさんガリガリやね。拒食症の方ですか、ドラミドロさん。ドラミドロさん、それ内臓ある、ちゃんと細いね。どうせあれでしょ、なんかフェアリータイプの技食らうんでしょ。まあ、とりあえずあのジオコントロールで火力上げたい。ヘドロ爆弾、終わってるわ。だって耐えられへんやん、ジオコントロール耐えられへんやん。終わってるわ、耐えられへんやん。だってヘドロ爆弾耐えられへんやん。これ耐えれるんやん、回復します。皆さんすいません、あの本当に申し訳ないです。あの僕回復の薬とかすごい傷薬とか使わさせていただきます。すいませんね、敵を使うことを俺は否定するんですけど、やっぱりあの相手はダメでも自分やったら別にいいんで、うん、相手に厳しく自分に甘い最高の男なんで僕、はい、それがマキマです、はい。全然食らわんし、全然抜群ちゃうし、全然、もうなんでやねんお前、お前ドラミドロが、お前ドラミドロにお前その回復の薬使ってもやん。ポケモン勝負したことない、どうせ死ぬのに、お前2回もなしやろ、ふざけんなよ。ドラセナ、なんだお前、俺のムーンフォースにやられとけボケ。ガチャありがとうございます。タンパク質取れ、とりあえず。いらんこと言うな。57レベルいいですね。うわえぐ、攻撃193、えぐ、レベル57やで。チルトリス、皆さんあのこれって勝てる、これこれ大丈夫、これあの回復した方がいい、これま、あの突っ張るけど行ってくれムーンフォース、行け、効果抜群や。ほらほら、みんなほら、もう回復の薬を使う暇なんて与えません。はい、あの敵にいとまは与えない、うん、全てを伝説の力で圧していく、うん、制していく、うん、そうしていく。ラップすな、おい、なんだこいつ、耳でかいな、お前異常発達してるやん。オンバーさんムーンフォースくらい、いけ、くらい、効果抜群、ほんまに効果抜群やった。やっぱドラゴン、あ、てかあのドラミドロさん、ドラゴンなんお前、その見た目で。ドラミドロさん、クリムガン知ってる、クリムゾン同人誌の2、3回見たことある。2、3回見たことあります、僕、あの、クリムゾンさん。はい。あの、結構特徴的な絵をしてるから、おもろいな、みたいな。アニメのな、よく言ってるよな。一番有名なやつ見たことあるわ。一番有名なやつ。しかも、あの、一番有名なやつを俺、1年に2、3回読んでるから。忘れてんねやろな、1回見たこと。ドラセナとの勝負、もうこんなにあっさり、ちょっと待って。あらあら、もう終わっちゃって、その通りやわ。ごめんによければまたいらしてね。二度と来るか、お前。こんな嫌な思い出が培われる施設に二度と来るか、お前。なんでお前、初手でお前、リーグ入る前にお前、濡れなあかんね。もう嫌ね。あなたとポケモン、チャーミングすぎるもの。弱かったね、こいつ。あの、ガンピさんとは比べ物にならへんぐらい弱い。まあ、やっぱりあの、ちょっとやめとこ。あの、フェミニストがブチギレること言いそうになったわ。やめとこ。皆さん予想してください。あの、ガンピさんとドラセナさん何が違いますか？まあ、性別でしょうね。あの、じゃあやめとけ、マジで、うん。ほんまにやめとけ。ほんまにフェミニストに怒られるわ。帰るぞ、みんな。マジかよ、勝てると思ってるから、なんだ？いや、もう負けたんやから喋んな、お前。行ってらっしゃいなのよ、お母さんの温かみ。母性くすぐられた。あらら、私が初めに負けちゃったの、うん、めっちゃ弱かった。あなたを勢いづかせたとしたら、他のみんなに悪いわ。あのね、エレベーターに乗って確かめてきてくれるといいな。何をや？エレベーター？エレベーターどれ？ここ？
確かめてきてくれるって何を？あ、相手が勢いづいてるかってこと？うわ、うわ、あー、新技術、未来の新技術すごいね。ちなみにここはもう悪魔です。はい、もう一生行きたくない。多分やけどチャンピオンより強いです。ここね、チャンピオンより強いと思う、多分。ちょっと待ってよ、みんな、ここで終わりにしていいか。見てくれてありがとうございます。次回最終回、ポケットモンスターエロ、ポケモン X 編、乞うご期待。バイバイ、チュチュチュース。皆さん、次回最終回、まあ一言皆さんにお届けするのならば、この一言を添えましょう。次回シャウエッセン大活躍、デュエル3倍。